初めてドライフラワーを作ってみました。今日で6日目、今回はビオラに挑戦してみました。早速見てみましょう。ハケを準備するのを忘れました。なんかボロボロと崩れているのが多いです。これはまだ綺麗。ボロボロになったかけらも取り出します。このドライフラワーを使ってキーホルダーでも作ってみようと思います。見つめるレモンちゃんが可愛すぎました。これが今回できたドライフラワーです。完成です。可愛いキーホルダーができました。